接続についての説明。2本の電源ケーブル全長20メートル。今の接続を取り外します。7メートルの電源ケーブルを使用してカメラを V2 チャンネルに接続します。ケーブル両側の矢印を合わせて接続します。モニターに接続したケーブルをカメラに接続します。V2 チャンネルの画面が表示されました。13メートルのケーブルでカメラを V1 チャンネルに接続します。ケーブルを V1 チャンネルに接続します。V1 チャンネルに接続したケーブルをカメラに接続します。ケーブル両側の矢印を合わせて接続します。このボタンを押すたびに V1 と V2 チャンネルの間に切り替えれます。